はいどうも、つなりたま、マージャンなりたまのたまです。本日も対戦1分打って、長剣とやっていきたいと思います。なんか、巻物で新キャラ引けたんで契約して、このキャラクターでいきたいと思います。ちょっとね、全然原作未履修なんですが、なんか、一番いいなと思ったキャラ引けたんで、よし、使うってなりましたね。さあ、果たして、それで運を使いすぎてないかだけまあようわからんですが、はい、それではよろしくお願いします。トーン1曲0本場ドラが嘘、はい、BGM もちょっとね気分転換に変えました。音声のバランスがどうかだけちょっと気になりますが、まあ大丈夫でしょう。この手234の3色とかになるかもしれないですね。まあ3枚引いて3層引いたら、まあ次に持ってくるもの次第、まあこれ残しますか。一応カンパーマン引いた時に、まあ、ウーソー引いてメンピンドレッチっていうルートもあるので、まあそのどっちか。基本的にはフードはもうなしです。まあね、泣き苦手なんですよ苦手だけどちゃんといろいろやんなきゃですね。まあ周りのスピードを考えながら、一番やる気ありそうなのどこかな。なんちゃさん切り出してみるな。トヨミは自敗を合わせてる感じですもんね。リャンソー、まあこれは234あるんでリャンソー一回切りますか。まあこれは使いたいですね。まあ3万引いた場合はローマンパーマン系があるし、まあ234になった時にね、3万パーマンって引いた時は換算像リーチ3色なので赤馬切りになりますが、やっぱそう総詰め先に埋まってくれるもの次第。あこれこれをね、どうするかなんですよね。まあ、強欲に行けますか、あえて。まあ、3層引いても、嘘を引いても、ローマン引いても、リーチです、これは。まあ、一応、地位、いや、でも、2000点にそこまでの価値はあるかって話ですね。だったら、愚形の5人以上打ちたい。積もれた。高い。おう、わお。初ドライオン怖い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 言うの先でよかった。まあまあこんなのは無理です3層も嘘もだいぶがめられてました。さあトン2曲0本場ドラガリアンピン、まあ中華様ってのも嬉しいですね。あまり親にねえ、トンパツ2000を1000積もった親に悠々とチャンスさせたくはないので、まあ、チュンポンから仕掛けるはやりますね。ドラのリャンピンを使えるような手になるかどうかですね。ああ、まあ一応くっついた。まあ、初安全度プラス重なり期待で残しますか。安全牌になっちゃいましたね。まあ、これターツ一応6ブロックにしたいので、換算マン残す。まあ、ピンズどれかを払う、どっちか払うだな。場合によっては換算マン払うがあります。まあ、結構いいピンヤンピン外したいかな。1000点と2000点じゃね、そんなに変わんないよ。まあ、ただ、ヤンピンを切り出すことを、親がそう送るのが。いや、これ、チーピンから打ってもいいかな。リャンピンピンはまあ自分が使いたいプラス親のちょっと安全の部分で残してます。赤含み官僚装置、いやこれチーピン、いやチーピン先切りだったかな。チーピン9ピンなんか切るタイミングを逃した感がある。これは切っていくしかないんだけど、まあそうね。
これ、両ピン。なるほど。サブロック9ピン、リャンソーローソーチーソーのイーシャンテンだったんですね。サシゴゴチ、シゴロチパー。ほな、両ピンいらんか。作品は見ないタイプ。まあでもその形ならそうか。それによって小さい先切りとかっていう人もいるかもしれない。さあイーシャンテン、おっとトイメさん白ポーン。まあ自分の手がいいんでダブトンから切り出してます。まあ3万ヘッド固定して、チーピンとか持ってきたらね、パーマン切って3層もしくは1層チーピンのくっつきのいいシャンペンみたいな形にする。あのこれもイーペイコー変化もしくは3面チャンまであるので、まあ、3ピンは残しやすいですね。3と3、まあ、サブローピンと3層のくっつきのいいシャンペン、これ嬉しくないんだよなって今言おうとした瞬間でしたね。まあ3万横になっても2万引き振り手になってしまうんで、だったら一旦3ピン切っておいて、まあ横のくっつきみたいな。ただ E ピンがあと1枚、まあ、3層くっつきも E 層が2枚見えてますね。微妙、全部。いやこれ数万とでき2万引き嬉しいっつって、3ピン一旦3層切って3ピン3万シャンポンにするあったな。テンコシャンコ。いやこれね、両ピンも見えてるからもう3ピン切ってよかったかもな。余計その端がかった4面系チーソーとか嘘引いてきたら嬉しいですからね。これ3ピン残してるデメリットがあんまないな。いって、トイメンさんもね、ハクペイ、ヤクヤクなので、おもちゃさん、リャンソーでリャンソー落ち、で、ローソー、ごめん、リャンソー入ってましたね。いや、これ3ピンくっついたとて、ウーマン切るのって話なんで、結構、ウーマンちょっと切らないな、これは。3ピンリリースしどきを考えますか。結構一刻も早く感はある。いやこれの妄想にくっついてもなぁ、うるまん気にたくない。あーちょっとリャンマンぐらい許して結構許されないかも。うーんそうね、うーん、さすがにもう無理か。いや丁寧に降りるべきでしたかね。なんかいいパイパイと空振るのが一番嫌だ。さあトン3曲ゼロ本場ドラリアンマン、ちょっとしょうもない内容すぎるな。今のローソー打っていいか、さすがに。ウーマン引いたりウーマンくっついて初めて考えればよかったな。ちょっとわざわざ補充しに行かなくていいやつ。あーちゃ、あーこれチュンから切んなきゃダメ。三原薬の公園のよくやるやつ。下の動画撮り直そうかな。なんかあまりにも内容が良くない、まあ、内容が良くない場所もちゃんと探すか。なんか左足めっちゃ痛いんだよね。サムからスーピンギリリッチだいぶやる気ます。
サブローピンをまず打ちたくない。いや、俺ヤンマンから打った方がいいかな。どうせ使えないもんね、このレモン。このキャラクターのコメントがシンプルに、あ、サブローピン通るんだ。筋がかったチーピンマッチした。だ、これモロヒチーピン結構出てくるな。まあ、あとはシンプルにサブローピンなくなっている。でもこれ一般ピンって出てくるの ?467後ろの9ピン先が違和感あるな。いや、そっちにリャンマンどうなんこれ。もうちょっと後がないっていう理由だけで攻めようとしてます。サブロピンないからね。いてー、いや、まあ無理無理無理。はあ、おい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 、ビッグウーフ、なんなんマジそれ。おお、おお、そんなにヨガさんって乗るもんだっけか、ヨースターさんには。さあ、トンユン曲線本場ドラガリャンマン。回避まで2万点なんだこれ。検討しても面白いこと特になさそうだな。検討なんのかこんなマージャン。自分のミスをちゃんと確認するために検討をかけますか。勉強にはなるのか。別に段位とかこういう検討メインのやつだったらいいけど、普段の戦うリーグ戦とかだったら本当に何も考えずにリーチって言って上がり続けてポイントがただ欲しいです。さあ、これはもうチーピン全命パカンパーピンでリーチドラーカー打ちましょう。やばいそうだけどな。結構両サイド持ってないでしょ、だってこれ。スッと押されていく。OK、ナイス。次に裏1。いや、乗らねえのかい。釣り抜けんのかい。こんなの乗っけてくれたっていいじゃねえか。はあ、ふう。さあ、南極ゼロ本バードラがスーソマジで特段何もないな。なんか手なりでリーチって管理暗像かシャンポンかで言いそう。おお、それ引いてくれんだ。あー、これ言いそうから打っていいな。ギャンピン周り引いた時のタイヤワール、これ反省。言いそうは別に価値ないもんね、残してる理由は。まあ、ローマンにチーマンとか引いたらね。その時はトントンで単位を置きたいところですが、トンが2枚目切られる前に何とかしたいですね。トン2枚目切られる前だったらシャンポンとかでトン狙いのリーチは全然落ちます。あ、まあこれでトントンですね。
数枚にちぎれ、ウーソー3枚使い、リャンソーと、まあ、リャンソー数枚は全部仕掛けて単用ドラファー。でもウーソーの横広がりも嬉しいからこれ仕掛けねえな。ローソー引きとかでもいいですしね。ただこれで2点、あ、だリーチ来ちゃったら数万ゲーム打たれた場合はポン点を取ります。ポンしてウッパーマン2万ゲーム打ってくれるよね。 OK、 まあこれはいいでしょうさあタイヤオドラーカ3900のリーチ棒先点付きで回収。ちょっと3着が見えてきたさあ何曲ゼロ本バードラがいいピン、なんかさまってダブなんて言わせて、ちなみに本日はね、あのシグマリーグのちょっと第2期のメンバーの集まりみたいなのがあって、ちょっとバージャンから参加してその後少し飲みの席というか、まあ、酒はほぼ飲まなかったんですけど、楽しかったっすね。なんか、まあ、自分とかそれこそチョフさんとか相川さんとかマージャンプロ勢、まあ、あとはヨーテルさんとかね、まあ、普段から顔出し勢なので、ああ見て、ああいるわって思いますけどやっぱね名前と顔が最初は一致しないので、ああこの人がみたいな。なんかでも楽しかったです。あ、そんな話をしている間に5巡目、6巡目なんで1枚切られたところで、皆さんはこれ残しますか。天産品の部分がね、まあ、いいピンでも効いてきてくれた日にはお幸せなんですが、あ、3装備でも嬉しいですね。ローマンどこまで残す?567 になることあるのかな、これないか。567になったら1通だもんな、これローマン切ろう。赤ウーマンとか、あ、まあまあこれでイーシャンテンですね。ペン3ピン埋まった場合は、まあピンファイルから1通ソリーチかな。ペン3ピンリーチドライチもまあ自分の天強だったら打って良さそう。さあこれ2中打ちましょう。ピンズの下の情報はほぼありません。出ましたよ、ドラがいいピンなのでだいぶ出てくる範囲ではないです。まあとはいえリーチした方がまだマシぐらいだ。わお、おう、まあ曲が減らなかったのはいいですね。あ、減ったわ、親左だ、間違えた。あ、これ最悪だわ。2着目だった、3着目だった、この間。さあ、何3曲ゼロ本バトラが2万。統一が4組。とはいえ、親なんだ。チート用したくない。さあ、いいじゃんって。チートいじゃねえかよ。数層嘘数万なんて重いからチートいじゃねえかよ、これ。多分なんか何でもいいからリーチしたい。パーツを下ろし落としてるところを不自然にしたくないですね。今98だったらね、なんか、なあ、一応メンツテもあるか、こうなると。最高系リャンペイコまでで、3ピン引いたら一旦数ピン切るか。サグロフ装備機もしくは、うさげなチートで短期リーチ。数ピンローマンの比較は情報2筋なので、なんか1枚切れてる方を切っちゃう。いやー早くなんか引いてきて、別にウーマンとかでもいい。ウーマン引いたら数万引いてチートやめますか。ピンズ123、あ、13か、今は展開じゃない。サブラスを通常する、これがね一番嫌だ。まあ、チート用はほぼないですね。こうなると。
大きな振り点なんだよな。まあサブローピンサッタラ埋まんなければ一旦 E ピン打ってで太陽で四角に引くねえ、行くしかねえ。まあ E ピンから打てって言われそう。さすがに E ピンと絶対これ E ピンから打ちたいって言われてる。なんで黙ってんでつもとか言うの。そのつもの身はでかすぎないかい。ちょっとさあ第4局0本場ドラガナもう大体絶望。羽つも羽つもシャーニング羽つもの手こっから何なんだよ。ローマアンカンからスタートしたいですね。まあ、あとは下茶さんから5人か出んのかトップ目から。この手は跳ねまんねえ。マジでアンカン込みぐらいしか期待できないけど、赤ウキに引いてきた。リーチチューン赤の5人を下茶さんからとか、いやリーチって出てくんのかっていう話や。一応あるか。2000円積もるわけなのにやったね。いや、パッツ検討の余地ねこういうのでラスを引かされて見える毎日でございます。じゃあちょっと一応検討をかけます。はい、それでは解析かけていきました。解析終わりましたので見ていきます。まあ2式でいきましょう。ここは2差しは見ないんだ。なるほど、2万かな。じゃあ今、まあ2万機能してみるからってことか。あ、これ初選ぶんだ。ブロック足りてるけど不安だから6ブロックでもう1個まずどっちかでスチーマン両方なんだ。なるほど。でここはあ、これはチーピンからの方がいいですね。内側からシンプルに、まあどうせ天産ペイ払わないので。でもここはまだあ、まあまあチーピンの方が使わないからってことですね。シンプルに3層回り引いた場合、一応2ピンギャンピンを切るルートもある。で、ここまで来たらチーピンは切るってことなんだ。へぇ、ローソーを選びたい。あ、これそうなんだ。これどうなんだろうなと思ったけど、まあこれは3ピンギリ。4枚見えちゃってるけどな。それでも3ピンなんだ。チーピン引いたのレアンパーピンがまだ強いからか。なるほど、このレアンはまあアホですね。アホでしかない。一旦ピン一旦綺麗よ。何万がいいかな。9万実践だったけど、まあシンプルになんだ。まあレアンも現物だしね。これも現物から先切ってしまえと。なんと勝つは何を先に切る。ほな、なんで、え、なんでこれそんなに勝つの方がもうすでに嫌だからかな。ああ、これは言いそうですね。うん、打ってる時に言ったはず。リャンピングが機能しない。
あ、いや、リャンピン周り引いた時に単4になるから、急ぎと。あ、で、この馬もこの時点で中堅取るんだ。他のリャモンからはまあいいかな、ちょっと。まあ、今の同説買うし、初一応引いてきたら嬉しいし、パーピンな、これはパーピン。自分がまだ何か重ねてが嬉しいか。もうこれチートイマックスなんだ。数金1枚切れをちゃんといっちゃいましょう。ここはローワンなんだ。へえ、ローピンってどうやってって思っちゃったけど、もうウーピン引きのパターンだからな。で、ここはああもうチートイマックスかね。つってでウーピンって何枚切れ、あ、1枚切れか。これはチーソー打っていいの？え、チーソーって通ってる牌じゃないよね。え、なんで？人間物だよ。え、チーソー通ってないよね。チーソー先打ちだよね、全然。チーソー打てる根拠がなんかあんの？え、このチーソーって何？マジで。え、これはマジでわからない。チーソーシャワー、まあ4人系になったとき嬉しいからか。パーソーシャワー、いや、シャワーを残す理由がないでしょ、こんなの。なんとも言えない判断でしたね。まあこんな日もありますわ。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。以上、たまでした。おつなりたま、ありがとうございました。